大阪から奈良行くときに生駒山、ああ、生駒山、生駒霊園がある生駒山、こんな道あったかなと思って、そのトンネルを通って行ってたら、そのトンネルがみたいな。どうも、石井です。さあ、本日の怪談アビル会に来ていただきましたのは、大人気 YouTuber です。なこなこチャンネルより、こうくんです。お願いします。お願いします。まあね、今回ですね、こうくんの、べしゃり酒。はい。というチャンネルと、同日同時刻コラボで。はい、そこでですね、僕、怖い話とか、あと恋愛について。はい。いや、吉井さんの恋愛は、ファンの方みんな気になってます。ならんて。いや、なるんですよ。弱いって。吉井さんの。なあ。それ、もう、本当もう、アイドルじゃないですか、怪談怪談。いや、もう突っ込みたくない。はい。そうですね。はい。まあそうなんですけど、はい、まあそんなね、コラボがありまして、その時にですね、まあコウ君もちょっと怖い話あったらしてくれへんかいなっていうことで、今回撮影させていただいております。はい、コウ君はですね、なこなこチャンネルという、はい、今何万人ですか、うん、そう、まあ、160万人行かせていただいて。えぐいね。いやいやいや。160万人いやいや、本当もう、全然なんですけど。全然なわけない。皆さんですね、なこなこチャンネル、こうくんといえばですね、最近ホットのパスポート。パスポートに手紙を書いて炎上しましたけども、あかんで。俺、これ、前のチャンネルでも言ってたけど。前のチャンネルですよね。前の僕のチャンネルでも、はい、まあ、お叱り受けて。もう本当に、もう日本から出ないでください。で国内で国内の羽田空港を使う時も国内線いやそんなことないねんけど本当にね叱咤激励コメントでいただいてますけども、はい、まあ本当に真摯に落ち込んで真摯に申し訳ないと思ってるということで、本当に収めてください。収めてそう、階段見る、浴びる会の方ももしかしたら僕に叱咤激励いただいてる可能性もあるので、そうですね、ちょっと収めてください。本当にすみません、怒りを収めてください。僕友達なんですよ。友達が怒られてるのとか見てられへんから。心強い。ほんで、だってもう二度とせえへんもんな。二度としないです。すいません。学びました。本当に、申し訳ないことしたと思ってますので、そこはお願いします。お父さんみたいな、ありがとうございます。本当に。お父さんもすいません。まあ、そんなね、こうくんとはですね、先輩の江原さん。はい。江原正也さん、ね。このチャンネルも出てもらってますけど、江原さんが、ご飯行こうよって、はい、まあ誘ってくれて、もう本当1年に1、2回ぐらいなんですけど、行った時に、こうくんがいて、で、ちょうど僕が YouTube 始めたてみたいなことがあったから、そうですね。そう、YouTube のアドバイスもらったらっていうことで、まあ来ていただいて。そうなんですよね。だめちゃくちゃいろんなね、まあ本当にこうしたらいいんじゃないですかって具体的な案は、いやいやいや、あんまり偉そうにも言わず、めちゃくちゃ好感持てた。一切言う。そんな、言えるほどでもないし、ただ僕は芸人さんのすごい会に来させていただいたなっていう。いやいや、そんな。形だったんで。いろんな人から、すごいな、すごいなって言われてんのに、いやいやいや。低姿勢やし。いや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 。そう。で、今回ですね、こういう機会を、まあ、いただきまして、本当にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。この吉村さんの怪談を浴びる会というのはですね、はい、怪談といっても、お化けだけじゃなく、人の怖さとか、はい、人生で一番怖いなって思った話をしていただくんですけども、ちなみになんですけど、こうくん、その心霊的な怖い体験とかでしたことあります？心霊は、ごめんなさい、僕に関しては、正直全くないんですけど、うん。僕に関してはっていうのはどういうことですか？まあ、まあ、なこなこチャンネル、はい、実は僕と、なごみ、奥様の、奥様の、なごみさん。むちゃくちゃ可愛い子よな。そうなんですよ。まあ、その、すごい綺麗な、なごみに、まつわる、心霊のエピソードありまして。奥様は、そういう体験をされたことあんねんよ。普段しないんですよ。ほう。唯一です。ちょっとじゃあ、その話聞かせてください。いいですか？よろしくお願いします。します。どういった話ですか？まあ、なごみって、すごい美容が好きなんですよね。はあ、まあ、肌もすごい綺麗で、うん、やっぱり努力を怠らない彼女でして、はあはあ、美を追求する。美を追求して、やっぱりクリニックとかも、うん、やっぱり今ってすごい韓国とかも流行ったりとか、うん、日本でもすごい、美容のクリニックとかってあると思うんですけど、うん、まあ、そこに行った際のちょっと、まあ、心霊的な話。ほう。日本の？日本のクリニックで、まあ、ちょっと起きた話にはなるんですけども、はい、まあ、日本のクリニック、まあ、なごみが、まあ、いつものように、ちょっとまあ、美容のクリニック、
ちょっと、行くことになりまして。まあ、例えば友達の紹介だったんですよね。このクリニックいいからって。いうところに、まあ、名古屋にもちょっとまあ、そこ気になるから行ってみようって言って行ったところ、まあ、その、まあ、まず受付みたいなのがあるんですよね。その、カルテみたいな。これ記入してくださいみたいな。まあ、肌の調子だったり、体調だったり、今までどういうことしましたかとか、化粧水何使ってますかとかあるんですよね。そんなん聞かれんねや。そうなんです。まあ、そこで記入しているときに、すごい看護師の方が、なごみの、ずっと肩の方を見てまして、まあ、なんで、まあ、肌のクリ、美容のクリニックだと、大体顔を見て、まあ、いろいろ話したりとかするんですけど、まあ、そこでなんで肩を見てるのかなと思ったら、いきなりその看護師の方が、まあ、美容のクリニックなんですけど、なんかすごい肩重くないですかみたいな。いきなりそう言われまして、あ、なるほどと。でも、なごみ、すごい肩こりとかはあるんで、はいはいはい、すごい夜も肩マッサージしてとか言われるんですけど、うん、まあ、肩のボトックスっていう、肩の筋肉をちょっと和らげるやつとかも美容ってあったりするんですよ。腕を細く見せる。そうです、そうです。ノースリーブ着るときにみたいな。とか、ちょっと肩こり激しい人はここ言ったらマシになるよみたいな、そういうのも美容であるんですよね。で、それ、あ、これ営業されてんのかなっていう。うん、ああ、まあまあまあ、でも肩こりはまあでもすごいです。まあ肩こりはちょっと激しいですね、みたいなことを言ってるときに、肩に霊がついてますねって言われたんですよね、美容クリニックで。初対面で。初対面で。美容クリニックですよ、しかも。占いでもなければ。それはちなみに、どういう霊がついてるって言われたの？どういう霊？これに関しては、ちょっとじゃあ、別室？ほう。ちょっと行っていいですかみたいな。これも、施術とは関係なく、別室に連れて行かれまして、で、その、まあ、看護師の方が、その霊とすごい話するんですよね、会話を。うんうんうん。まあ、どこで着いたのみたいな。本当に日常会話みたいな。それは奥様じゃなくて、はい、この肩に向けて。肩に向かって喋ってんの？顔を向け、なごみに向けてじゃなくて、その横、ちょっとずらしたところで。に、どこから着いてきたの？またどこで着いてきたのって、はあ。で、それをまあ、その会話ラリーしているところ、そのまあ、その看護師の方の経歴を聞いたら、ちょっと霊媒師の血筋を持ってて、副業でもちょっと霊媒師みたいなことをしてる方で。いらっしゃるんです。たまにいらっしゃるらしくて、僕も知らなかったんですけど。で、まあ、そこで、幽霊と、そのラリーをしているところ、海で着いたと。うん。ほうほうほう、みたいな。なごみさんは最近海行かれましたかみたいな。言われて。海といえば、なごみがクリニック行った3ヶ月前ぐらいに、僕となごみで沖縄に旅行行ってたんですよ。はあ、あ、これやってなごみが思って、あ、3ヶ月前ちょっと沖縄の方行きました、みたいな。それじゃないです、みたいな。それじゃない。それじゃない。あれみたいな。最近海行ったかなって、なごみが記憶を探っていったら、6ヶ月前、沖縄の3ヶ月前に、海でアパレルの撮影をしてたんですね。うんうんうん。で、すごい、まあ、砂浜での撮影だったんですけど、うん、その撮影の、砂浜って、すごい白かったみたいな、を看護師の方から言われたんですよ。うん、その会話してる中で幽霊との。うん、あれどうやったっけと思って、なごみがその写真を見返したところ、白い砂浜で撮影してまして、うん、でもそこで完璧についてると。うん、あなたそこで、そのアパレルの撮影で、その砂浜で撮影しているところを着きましたみたいな、言われたんですよね。そのアパレルの撮影中に砂浜で撮影してたんですよ、うん、海の。そこのいる霊が、そこからついてきてるってこと？ 6 ヶ月前、半年からずっとついてるんですよ。なんでなんで？なんでって、これ、うん、気になるじゃないですか。なごみももともとそんな霊とかあんまいないタイプなんですけど。そういう霊感とかはなかったのに。一切ないんですよ。うんで、そこで、片思い理由が、まあ、そこで判明して、で、なんでついてきたのかっていうところ、うんうん、ちょっと聞いたところ、なごみに、一目惚れしてたっていう。じゃあ、その例は男の人やってんの？男なんですよ。そんな逃げようないやん。逃げようないんですよ。一目惚れしたからついてきたっていう。それは、どういう例なの？どういう、もう、おっちゃん？あ、おっちゃんの例なの？おっちゃんの例なんですよ。これ、おっちゃんが、なごみを見たときに、可愛いと思って、ついていったらしくて、で、そんな彼女、うん、そんな霊からも持てる彼女と、この度結婚しました。いらんて。いらんて、いらんて。
みんな結婚知ってるし、はい、綺麗な嫁さん持ってるし知ってるし、怖い話のオチで、そんな綺麗な女性と結婚しましたって見たことないから。例から勝ち取りました。違う違う違う。うわぁ、もうそれなかったらよかったのにな。いや、これ、びっくりしたところが、これ、例ってめっちゃ怖いイメージあったんですよ。うんうん、もう、取りつ、もう基本悪霊、うん、と思ったら、例ってそうなんか、意外とその霊媒師さん曰くバカらしくて、なんかお腹空いたからついていくとか、はあはあはあ、その一目惚れしたからついていくとかあるっていうところに俺はすごい怖くなって。ああ、でも確かにそうね、綺麗なお姉さんやからついていこうとか、あんまり聞いたことないもんね。そうなんですよ。で、和みとかもしかも生き量とかも結構すごいついているらしくて。はあ、で、まあやっぱり街で一目惚れしたから、その可愛いなと思った生きている方なんですけど、そのままちょっと乗り移ったりとか。あるんですよね。生きるってそうやな。念飛ばしたりして。で、和みって結構だからそのエレベーターとか入るときもガーンって一回なるんですよ。開いてんのに。ガーンってどういうこと？エレベーター開いたら入るじゃないですか。うん、そこで一回つまずくんですよ。ガーンって。入れないんですよ。な、うんでかと思って生き量のあれだったんですよ。生き量が後ろにいるから入れなくなってるんですよ、和み。え？ちょっと待って、ほんま、話意味わからんねん。まず、エレベーターガーって開くやんか。開くじゃないですか。で、奥様こう入ろうとするやん。僕入ってるんですよ、先に。あ、先に入ってんねん。でも一人しかいないんですよ。一人しかおらんくて、入ろうとしたら、つまずくってこと？いや、違います。扉がガーンってなるってこと？扉は開いたままです。開いたまま。生き量がたくさんいることによって、入れないんですよ、中、うん、中に？中に入れないんですよ。とか、多分そういう現象とかあったり、あと、まあ、それで、なんかちょっと、なんか違和感あるなと思って、そういうことやったり、すべてそこで辻褄があったんですよね。そういう例ってそういうことでもつくみたいなところで。うん、で、僕も気になったから見てもらったんですよ。生き霊はいるんですかと。その霊媒師じゃなくて、そのクリニックの看護師さんにわざわざ。そうです。変わってるルートやな。え、マジかみたいな。あ、そんなこと見れるんやみたいな思って。うん、行ったら、僕、生き霊ゼロだったです。ついてそうやん。そのあんな可愛い奥さん持ち上がってみたいな、はい、がいなくて、で僕をかっこいいと思ってついてる人もゼロだったです。僕はすんなりエレベーター入るんですよ。いやほとんどの人入れんねん。手つないでいって僕だけ入って、名古屋だけガーッ なるんですよ。いや、こうくんね、本当にもうお笑い一切なしの、はい、自分が怖かった体験聞きたいのに、オチがもうこれと俺はゼロでしたじゃないんだよ。すいません。美人の人ってこれ気になる、あの階段好きな方多いですよね、うん、なんかやっぱりつく人って多いんですかね、女性。それでもちょうどいい話をしてくれました。僕はずっと、まあもうそろそろ解禁になる情報で、はい、もう今これ上げてる時には何のかな、まあ、大きめの映画の撮影があったの、はいはい、ほうほうほう。その時に綺麗な女優さんとか、はいはいはい、まあいろんなね、うんうん、かっこいい男性とかもいらっしゃるじゃないですか。その人らに心霊体験ありますかとか、なんかこういうのありますかねみたいな、ふわっと僕がチャンネルやってるのも知ってるから、はいはいはい、聞こうと思ったんですよ。聞こうと思ったら自分からこういう体験して、こういう体験してて、めちゃくちゃ出てくる。え、むっちゃ不思議な体験。それも豪華俳優の、一流俳優の方、一流女優の方、そうですし、あと、うん、お綺麗なメイクさんとかいらっしゃる人ら、体験がほぼ体験ある。やっぱ思った、俺も。あるんですかね、やっぱり念飛ばされた、まあ表に出てるからその念飛ばされてるっていうのもあるけど、はいはいはい、それ以外にもやっぱ人目に触れることによって恨み買うこともあるから。そうですよね。そうだから、こうくんもこの先あるかもしれんよ。確かに。あとやっぱりその表の人って結構ちょっと、まあちょっとそのメンタル的にもちょっと落ち込んだりする時もある人多いじゃないですか、うんうん、やっぱそれって僕その霊とかも関係あるのかなと思ったりするんですよね。全部霊のせいではないですけど、なよっていう意見はよく聞くけど、いや絶対ちょっと関係するやんっていう話はこのチャンネルで何回も聞いたことある。あ、本当ですか。心霊スポット行った後。いや、そうなんですよ。なんかすごいダウンになって、あの自ら命絶たれたタレントさんとかもいらっしゃるっていう話。仕事でですか。いやいや、仕事で心霊スポット行って、でその後、まあ、精神的にもちょっと病んじゃって命絶ったタレントさんの話とかも聞いたことあるから、やっぱあるんやろうなと思う。
いや、そうですよ。いや、だからそこで、すごいなんか、表に出る仕事って、見えないところのリスクもあるなって思って。うんうんうん、例えばさ、お化けがなくても、人とかで怖いなと、はいはい、裏切られたとか。ああ、うん。はいはいはい。え、怪談話でもいいんですか？うん。あんの？いいですか？え？うん。怪談話、もう一つありまして。ああ、聞かせてください。僕の友達が、うん、大阪の大学の時の友達なんですけど、うん、観光業の仕事を将来したいからっていうところで、うん、別の専門学校に移ったんですよね。ほうほうほう。大学の友達が。あ、大学から編入？編入みたいな感じで専門学校に行ったんですよ。ほうほうほう。なんか旅行系の仕事をしたいっていうところで、うん、まあちょっとコロナ前だったんですけど、うん、で、その中で、今、三重って結構観光地、関西で言うと。そうなんや。伊勢とかあったりするじゃないですか。はははで、結構あれ海沿いなんで、リゾート地でもあったりするんですよ。へー。で、伊勢に行くっていう、1ヶ月研修かな。うん、夏休みぐらいに行くっていうところで、うん、まあ三重に行ったんですよね。ずっと遊んでたんですけど、うん、その1ヶ月間行くっていうところで、あ、じゃあ、ちょっと俺も、その時大阪いたんで、遊びに行かしてやって。はぁ、あ、はぁはぁ、あ、三重。俺も行ったことないからあんまり、うん、なんかおかげ横なんか横丁みたいになったりとか伊勢神宮とかあったりするから、あ、そうね、ちょっと観光地やし行かしてやみたいな感じで、まあ、大阪から三重行くときに、まあ、その大学生でお金もなかったんで車で下道で行ったんですよ、うんうんうん、で下道で行くときに大阪奈良三重って奈良を一回挟むんですよ、うんうん、でその大阪から奈良行くときに生駒山、ああ生駒山、生駒霊園がある生駒山。生駒山。僕、その時全く知らなくて、うん、何が普通の山かなと思って行ったら、まあ、行きは昼の時間で、まあ、全然音楽とか聴きながら、結構車通りも多かったんですよ、その時は、昼で、うん。で、全然何も、まあ、問題なく、三重まで行けて、で、そこで結局200ぐらいして、楽しんだんですけど、うん、帰りが、ちょっとまあ、友達を、まあ、最終日、まあ楽しくなって、まあ結構夜まで観光して、夜遅くに帰るっていう、うん、それ山道だっていうことを忘れてたんですよ、僕。うん、でも結構大阪からだと3時間ぐらいかかって、1時間半ぐらい山道になるんですよね。うんうんうん、で、まあでも、行きしに別に明るかったし、怖い思い出がなかったんで、うん、帰って行ったら、あ、この暗さで、でしかもその時車通り、まあ平日だったんであんまりなくて、うんちょっと怖いなーって思いながら行ってたんですよ、うん、でもその時にまあ、ちょっと怖いんでそのさっきバイバイした友達と電話しながら帰ったんですね、車で Bluetooth つなげながら、うんうんうん、じゃあまあちょっと日も紛れるかっていうところでずっとこうやって山道帰って行ったんですけど、でその行き地では行き地に行っていたルートとちょっとなんか違うなみたいなところは、ちょっとなんかこんなとこ通ったっけ、こんなとこ通ったっけみたいなところがあったんですよ、あれみたいな。なんか、まあでも、山って結構何個か道あるのかなみたいな。こんな大きい山やったら。まあ、初めて行く道やしな。そうです。初めて行く道やから、まあ、うろ覚えやし、まあ、こんな道あったかなと思って、そのトンネルを通って行ってたら、そのトンネルが、いつまでも終わらないんですよ。長いトンネル。長いトンネル。あ、こんなとこ通ったっけなみたいな。で、やっぱりトンネルとか入ったら、電話も、電波悪くなって。うん、切れるじゃないですか、うん、山でさえただでさえちょっと途切れなったり、もともと電波悪いところからさらに電波悪くなるもんね。そうなんですよ。ラジオとか聞いてても結構途切れたりするじゃないですか、ブツブツなるもんな、ビーみたいな、テレビとか止まるもんね、止まるじゃないですか、うん、でその時にあれみたいな、ちょっとあ、まあ電波悪くなってこっち怖いなみたいな、うん、ずっと思ってて、でもこんな長かったっけみたいな、うん、ずっとブーってずっと走ってるんですけど、しかも後ろとかってトンネルって誰もいないんで、しかも薄暗いんで、うん、下道で。結構暗いんですよ。体感何メーターぐらい？体感、まず普通だと、まあ5分あったら抜けるっていう、大体。今まで、行き品に通ったトンネルは大体5分ぐらいで抜けるんですよ。うん、3分とか、1分のとこもあったし。うん、でも、そこは、20分。もうそれ、異常やん。いや、まず5分超えぐらいから異常なんですよ、うん、で電話もできない、こんなとこ通ったっけ通ったっけみたいな、うん、でずっと怖くて、で
たまに電波つながったかなと思ったら、うん、砂嵐ザーン、うんうん、もう嫌やなみたいな、めっちゃ怖いなみたいな、で10分15分20分、まあでも20分も時間も怖くて見てなかったんで、うん、通り抜けれたんですよやっと、うん、で友達に電話でつながったんですよ、もう一回電話かけ直したら、じゃあちょっと今電話つながってなかったよなみたいな、で自分の中では行きしのトンネルがそんな長いところなかったんで、うん、え何分ぐらいつながってなかったって言ったら、20分と思ってたところを30分もうつながってなかったでみたいな、30分間ずっと電波つながらんかったでみたいな、多いんやで、履歴も通話なし通話なし通話なしキャンセルみたいな感じで、何回も友達かけてきてくれてたんですよ、全部つながってなくて、で見たら30分で、怖すぎて、なんかそのこれは絶対におかしい、幽霊とかは出てないんですよ、でもこれはおかしいと、何の砂嵐やねん、何の砂嵐と何のこのトンネルの時間やねんって思って生駒山を調べたら、うん、生駒山でそのトンネルの横でなんか電車がそのまま横転して全員死んでそのまま閉じたトンネルみたいなところ、うん、となんかすごい交通事故があったところの狭間ぐらいの場所やったんですよ、そのトンネル現在地の場所が。実際にそのトンネルはあんの？あるんですよ。あんねや。ちょっと整理すると、行きは最長5分ぐらいのトンネルしかなかったけど、帰りは20分超えの長いトンネルがあって、はい、で友達と電話してたはずが電話できてない、はい、何やったらずっとザー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 雑音が言ってる、はい、これなんやねんこれなんやねんと思って帰って調べたら、そこのトンネル唯一この長いトンネルって言ったらここやろうなって地図上で見つけた、見つけたら近くでバスの横転とか電車の横転の事故があったと。でそのトンネルの名前、はい、うん、が稲垣山トンネルかな、ちょっと定かではないんですけど、あるんですよね。いやなんか大阪屈指の心霊スポット稲垣山トンネルで、めっちゃ怖くなって、普通に車を走らせてたら犬鳴山トンネルを通る羽目になった、迷って、いやだから本当に一緒やん、調べたらてかそのなんてやろう、あの僕が通った生駒山、うん、めっちゃ心霊スポットやったらしくて、言うよな、でなんですよ関西で言って、友達とかに話したら、いやお前生駒山そんなん当たり前やでみたいな、え有名やでみたいに言われて、しかも一人やったんで僕めちゃくちゃ怖くて、友達と言ってたらなんかちょっと盛り上がってするじゃないですか、うん、うん、やばいやばいみたいな、一人でずっと車運転して行ってたんでめちゃくちゃ怖くて、だ迷い込んでもうたんや。そうなんですよ、で調べたらそういうことやったんやみたいな、いやむっちゃ出てくるもん行こや、え犬鳴き山ありますよね、犬鳴き山ある、そう調べて大学生の時は本当心霊スポット関西地方、関西地方心霊スポットトップ5に入ってる。あ、本当ですか。いや僕それこそ心霊とか一切興味なかったんで、その全く気にしなかったんですけど、調べたらあやっぱり心霊スポットってガチなんやっていう、まあ、順位とかは人によるかもしれんけど、このサイトでは書いてたから、やっぱだから俺も心霊スポットあんま行かへんからあれやけど、生駒山とか生駒の怖い話はよう聞く。あ、そうなんですか、うん、なんか遊園地とかもあったんですよ昔。あ、なんかそことかもすごい、あ、うん、なんか怖いみたいな心霊現象あるとか、生駒山に関する情報めっちゃ出てきて、うわ一人でやっぱり今思ったら通られへんなっていう。なんか僕自身あんまり本当に経験したことなかったんで結構びっくりしたというか、なんか心霊現象幽霊が実際に見えたわけではないんで、うん、その霊とかの体験ではないんですけど、明らかにおかしいよねみたいな怪奇現象。これ例えば、こうくんってまあ言ったらユーチューバーとしてはすごいお客さんいらっしゃるわけやんか、はい、ファンからの怖い体験とかってあります？写真、写真 DM での、え、それはコウ君も奥様も、え、僕より奥様えに、まあ、そういう写真とか、どういう写真が送られてくるの？まあそのまあ、ここでは発言できない、あ言ったら男性の一物みたいなこと、
そうですね。とかが。犯罪やん。いや、そうなんですよ。いや、それって、なんか、霊とかよりも怖いなっていう、その、神経というか、うん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 。そんなことやっちゃう神経。やっちゃう神経、うん。これに関して、だからすごい、なんかその、人怖ですよね、言ったらこれって。うんうん、あと、やっぱり、誹謗中傷。ああ、誹謗中傷やっぱ。DM はやっぱり、来ましたね。まあ僕も、まあその事件、まあその、パスポートの件があって。で、やっぱり来て、毎日、死ね。死ね。死ね。みたいな。っていうのは、やっぱり、あ、やっぱり、まあ、あ、こういうことなんや、みたいな、その、うわ、みたいな。やっぱあるんか。そうなんですよね。なんか、今まで、すごい、めぐ、まあ、すごい温かいファンの方、うん、で、あまりなかったんですよね。アンチ勢みたいな。アンチ勢みたいなのは。うんうんうん、まあ、でもまあ、それ、ま、自分の、ま、不注意でやってしまったことで、あ、ここまでこの、罵詈雑言っていうか、受けるんや、みたいなところは、すごい感じたところではありました。ああ、なるほどな、うん。やっぱだから、今はまだ身の危険を感じるレベルの、なんか、怖っていう体験はしてないけど、うん、今後もしかしたらあるかもしれんってことやもんな。そうですね。あと、でも、マンションで、うん、その、DM とかで、ここ住まれてますよね。エレベーター一緒でしたとか、ここ住まれてますよねとかで、自分がエレベーター乗ってる写真とか。え？怖っ。送られてきたりとか。で、そこに関しては、その方も生きてる方なんで。しかも防ぎようないもんな。そんな、だって引っ越すのもお金かかるし。そうなんです。で、引っ越したばっかの時なんですよ、しかも。いえ。この、まあ、こういう感じで携帯持って、うん、こっからパシャ見て、僕エレベーターで携帯見てるところとか、そういう、なんていうの、結構、近いところで起きる人の怖さみたいな、すごいありますよね。いや、俺ですら、その、興奮レベルじゃないけど、この間、うん、電車乗ってたよ。奥さんと子供、はい、上の子。で、俺、はい、下の子って、こう、あ、奥さん、子供、子供、俺。こう、奥さん、子供挟んでたよ、奥さん、はいはいはい。で、こうやって乗ってた。で、別に自分取られる分にはいいやんか、うん。でも家族とか取られるのちょっと嫌やんか。うんうんうん、出してないですもんね。そうそう。だから、できるだけ、まあまあ、帽子。自分がバレたら家族も取られちゃうから、はい、帽子かぶって。俺レベルで、そんなことないやろうなって思いながらも、最近ちょくちょく顔刺されるから、ちょっと気にしてたんよ。そしたら、俺普通に座ってるやんか。座ってたら、いきなり女の人が、ああ、だるって、前の席の人が、バッて立って、いきなり俺にスマホガンって見せんの。ガンって。で、はぁと思って。で、こう、こうやられるから、スマホバーって見たら、隣のおじさんが、ご家族盗撮してますって言って。え、教えてくれたんやと思って。で、あ、ありがとうございますって言って、最寄り駅じゃなかったけどすぐ降りて、で、おじさんの方をパーって見たら、見たら、うわ、キモーと思って。で、その後、DM で、あ、先ほどは、ぶしつけなこと失礼しましたみたいな連絡をくれて、いやいや、すいません、本当にありがとうございますって言って、言ってたのね。言ってたらよ。SNS でさ、あんまりエゴサーチせえへんけど、よしって検索して、あ、出てこんくて、あ、よかったと思って。で、よしのよし好きじゃなくて、大吉の吉のよし階段って言ったら、はいはいはい、よし正の階段を浴びる会、最近見てる、ご家族で座ってたっつって写真あげてんねん。捨てやかで。え、それ言っちゃって、今もまだあるかもしれないところですよね。あの、報告して、なるほどなるほど、言ったら消えるから。はいはいはい。あのさ、いや、そうなんですよね、うん、そのご家族露出されてないじゃないですか、うん、そこが、ね、僕も将来不安やなって思うとこはありますね。俺レベルでこれあるってことは工具めっちゃあると思うで。そうなんですよね、うん、だからそれこそ例えばなんかもう旅行行った際に家族の時間とかやけど、もう例えばその店員の方とか旅館の方が僕たちに一回入ってきたこととかもあるんですよね。どういうこと？普通にご飯食べてる最中に、
ガチャ、写真撮っていいですかみたいな。やばー。やばいね。だそれがさ、意識的にさ、コウ君もさ、芸能人ですっていう意識じゃないやんか。うんうんうん、YouTube をやってて、たまたま多くの人が見てくれてるから、あれなんか夢になってきたなぐらいの感覚やんか。うんうん、テレビタレントでもないのにこれやられたらきついよなってやっぱ思うよな。そ普通にカップルとして、プライベートでご飯食べてるところ、いきなりしかもその、ガチャってくるっていう。激痛やん。何されるか分からない。だからその、でも悪気ないんですよ。うんうん、あと、大阪で言うと、例えば、なごみちゃん、こうくんって言われるんですけど、こうくんですよね、みたいな。この。え、大阪で大阪、これあるある。この、掴んでくる。なごみとかにも掴んできて。え、それもあかんやん。女性女性なんですけど、でも、まあ、あんまり触るって。よくないね。そうですよね。だから、そういう悪気はないと思うんですけど、自分たちが、例えば怖い経験をするっていうことでも多いかもしれないですね。というわけで、今回ですね、はい、奥様の、ちょっと不思議な心霊体験と、あとコウ君が実際に体験した生駒山の謎のトンネルに入っちゃった謎のトンネル未曾有の事件、謎事件いやいや名探偵コナンみたいなドアがキーっていう音が聞こえますし、ね、いやバタンって開くねん、開くっすね、開くねん、あれ閉まるんじゃないですね、まあ、でもあれよね、その言ったらさ、人の怖い話の方が怖い怖いって言ってたけど、単純にそのトンネルの話は聞いてて怖ってなるし、いやだから結構多分共感してくれる方多いかなと思います、うん、関西の方とかは、うん、生駒山、うん、もしですね、あの生駒山系の話がありましたら、随時募集してますので、吉村さんのインスタ DM にて、投稿していただけたらなと思います。こうくんですね、まあ僕が告知することでもないんですけども、ちょっとやってるチャンネル、僕が出てるチャンネル、ちょっと言ってもらっていいですか。はい、こうくんのべしゃり酒という、はい、チャンネルで、吉井さんとちょっとまあの階段かける恋愛かけるお酒っていうところで、でも恋愛がもう興味あるかなっていうところで、一応ですね、1回目が、中尾明義さん、はい、中リーサさんの YouTube チャンネルは僕むちゃくちゃ見てまして、はい、そこに、まあ、よく、はい、キツネさんとして出られてる、ね、旦那さんなので、うん、その、中尾明義さんの次が花村聡太さん。花村聡太さん。その次が、デンさん。デンさん。まあ、でも、カリスマの恋愛っていう。カリスマの恋愛。まあ、それはわかんねん。で、4人目が吉井正夫。吉井正夫。ちもう絶対おかしいやん。ちょっとね、再生数爆下がりするの嫌なんで、概要欄に貼り付けてるので、絶対見てください。絶対。ちゃんと階段もしてるので。そうですね、階段。ちゃんと階段もしてるので。なんか恋愛より階段だったんですよね、はい、もう。最初だけ奥さんとの慣れ初めとか喋ってるので。はい。それだけちょっと、そうですよね。はい。いや、でもめちゃくちゃ、ちょっと、YouTuber が出られたことって何回、フィッシャーズのシルクさん。シルクさんもレジェンドなんですよね。で、あと、それこそ、怪談系 YouTuber、事件系 YouTuber で言ったタックーさんとか、はいはい、この間馬面さんとか、はいはいはい、まあ、いろいろ出てはくれてるんですけども、こんなゴリゴリの、YouTuber さんってなったら、それこそ、フィッシャーズのシルクさん以来ですね。いやー、いえ。ありがとうございます。それこそ、夏に違うチャンネルでシルクさんと怪談話をするっていうチャンネルがあって、うん、一緒に共演させていただいたんですよ。はい、シルクさんマジ怖すぎて。そういうチャンネルあるんですね。そうなんですよ。で、そこで話した時にやっぱシルクさんの話怖すぎて。めっちゃ怖かった。むっちゃ怖かった。俺なんか、吉井さん以上とは言えないですけど、吉井さんレベルの人来たなと思ったんですよ。いや、めっちゃ怖い。ちょっとまた、コウ君の周りで怖い話この人できるっていう人だったらちょっと紹介してよ。あ、いいですか。ちょっと結構用意できると思います。いや、ほんまに全然いい子揃えます。いやいや、その風俗ちゃうんですよ。いい子揃えますよじゃないんですよ。ちょっとぜひそちらの方もお願いします、はい、あの人ら俺最近 YouTuber 見てて、 YouTuber の人、ですか、あの人覚えたよ最近。俺チャンネル登録したよ。ちょんまげ小僧ですか。いや違う、その人あれやんな、ひき肉やんな。ひき肉ですの。平成フラミンゴ。おお。平成フラミンゴ最近。リホさんとニコさん。そうそうそう。あの人らも心霊体験してるから、あの人らも
どっかでオファーかけてなんとか出てくれへんかなと思って。ちなみに多いっすね、でも YouTuber で。多いんやん。心霊体験受けてる人。え、ちょっとじゃあ、紹介して、マジで。いいですか、お願いします。本当にいい子揃えるんで。ちょっとだから風俗、何しに行って。絶対カットしたろ。ごめんなさい、これ。オープニングトークですよね、これ。違う、もう超エンディング。超エンディングもエンディング。というわけで、ビッグチャンネル、ナコナコチャンネルのコウくんが、今回ゲストに出ていただいたんですけども、一応ね、ほんと申し訳程度に概要欄に貼ってますので。あ、すいません、ありがとうございます。そんなね、もちろん皆さん知ってるチャンネルだと思うんですけども、それよりもです、ベシャリ酒。ベシャリ酒を僕出してもらってるので。そちら。一回だけちょっと見てください。見てください、お願いします。2本に分けられてます。2本に分けさせていただいてます。お願いします。そしてですね、吉山さんの怪談を見る会は、メンバーシップやっております。ゲストさんとのアフタートーク等ございますので、気になりましたらぜひお願いします。そして、ライブもですね、読売ホールにて、劇場版吉間さんの怪談を浴びる会、真冬にゾッと、12月19日ございます。チケットの、1100キャパはですね、もう完売しまして、あとは配信チケットになっておりまして、もしよかったらぜひ、ご購入ください。もう完売してるんですか？もう完売、そうなんです。ありがとうございます。12月？もう完売？ちょっとゲストの方はまだ発表。まだまだちょっと先になるんですけども、楽しみにしていただけたらなと思います。はい、というわけで、本日のゲストは、コウくんでした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。吉井正男の怪談を浴びる会メンバーシップ始まりました。収録後のアフタートーク、オフ会、投稿怪談の取材、ラジオなど様々なコンテンツを考えております。詳しくは概要欄にてお確かめください。よろしくお願いします。ゾッ。